パッチャマでございます。今日はね、ドリブルでサイドとかでね並走した時に、まあ大体タクとしては中に切り込んでいくか、サイドそのまま行ってクロスかっていう感じだと思うんですけど、そんな時にね使える中を向く方法っていうのをお教えします。まあ簡単にね、駆け引きとかして動いてくれる人だったらいいけど、例えばバツプレスでねバーって並走されたりとかするとなかなか防げませんということで、1日1個強くなるテクニック見せていきますんで、ぜひ見ていってね。パー、はい、今日紹介するテクニックはこちら、ビッグ上体フェイントです。このロマーリオの動き、あ、マラドーナの動き見てください。このね、並走してる時に中入れ替わりたいって時に一回外を向いて中を向き直した時にバーストをして、これね、ドリブルコントロール、ボールキープと、ボディコンが高い選手でできます。じゃあぜひね、メッシとかマラドーナとか持ってる人はやってみてください。これすることによって、まあ、簡単に中入れ替わって中向いて、まあ、1枚剥がしてできますよ。この後ね、パスとか失敗してるんだけど、まあ、いくらでもチャンスができるっていうのは分かるよね。で、この同じシチュエーションで、ダブルタッチとかでも中向けるんですけど、まあ、これはね、あんまやってる人いないし、何よりかっこいいと。うん、あと、うぜえ。やられた時にうざいんで、イラッとすると思うんで、ぜひね、これで中向いて、相手から点取って、なんだこいつ、うぜえぞみたいな感じで思わせて、相手のメンタルにも来させる。そんなテクニックになりますんで、ぜひやってみてください。ということで、チャマくんの1日強くなるのコーナーでした。これを見たみんなで強くなろう。さようなら。パー。